アブラハム・ゴットロープ・ウェルナーはドイツの地質学者。主な業績は鉱物分類法の基礎を築いたことと構造地質学の分野を開拓したことである。生はウェルナーとも300年来鉄工業に関係してきた家に生まれる。父は中鉄工場の管理をしていたが、ウェルナーは幼い頃からその仕事を手伝い、父の鉱物標本に興味を抱いていた。 1769年フライベルク鉱山学校で鉱山技術を学び、1771年ライプツィ被害学で鉱山法を学んだ。1774年の在学中に出した最初の論文、鉱物の外部の特徴についてが認められ、1775年から1817年にかけてドイツのザクセン州の町、フライベルクにあるフライベルク鉱山学校の教授を 勤める。彼は、鉱物のあらゆる経済的利用やその医学への応用、土の資源や富、それの人間文化への影響などについて講義し、学生たちを引きつけた。歴史的な地質学の講義は、1779年から始めた。地球の歴史についての講義は、ヨーロッパでは最初のもので、ウェルナーの見方が、学会の多くの人に受け入れられていた。ウェルナーは、 鉱物分類は科学構成によるべきだということは認めながら、当時の分析に精密さを期待することはできなかったため、外部の特徴による分類方法や地理的分布を研究した。彼はこれらの研究のことをゲオグノジーといった。鉱物学などに厳密な学術用語を取り入れたのも彼である。また、地表の硬い岩石は、 カナリーは起源のものであるという創女学に基づいた考えに対して、ウェルナーは、岩石はすべて海洋の底に堆積してできたもので、あるとする水なりは起源説を主張した。なお教育者としても優れていたとされ、ウェルナー学派といわれる一派ができた。レオポルド・フォン・ブーフ、アレクサンダー・フォン・フンボルトラは、彼の弟子である。岡本拓治へ通る、2004、世界大百科事典、第二版。 ウェルナーからコトバンク、大久保正宏2005、P23、ジャック・レプチェック2004、P165、ありがとうございます。